リュウジ君と付き合いたいって思ってる。お醤油も足しといてもらえる？リュウジ。ん？お醤油。ああ。まだ頭が混乱してる。昨日、俺、告白されたんだよな。言うつもりなかったけど、我慢できそうにないから、リュウジ君に知ってほしい。好き。でも返事が欲しいわけじゃない。俺がリュウジ君を好きだってこと覚えてて。で、そういう意味でいつから？天音はいつから？いつから俺のこと駅で会うのはずだね。おお。いつもどんな風に話してたっけ？昨日のことなんだけどさ。まもなく1番線に電車が参ります。危ないですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。明日から夏休みだね。楽しみだな。江ノ島での夏休み。お祭りとかあるんでしょ？玉川くんたち誘ってさ、普通にどっか遊びに行きたいよね。普通にってなんだよ。覚えててって言ったくせに。ああもう。天音、これから付き合えよ。ちょっと待って。リュウジ君ってほんと歩くの好きだよね。体力お化け。いや、学校から離れた方がいいだろ。リュウジ君も学校サボるとかあるんだね。いや、初めてだよ。終業式出なくてよかったの？それより話がしたい。
ここ。昨日はかなり動揺した。友達から告白されたことなんかなかったし、正直今も戸惑ってる。そうだよね。急に変なこと言ってごめんね。謝んなよ。人に気持ちを伝えることは悪いことじゃないだろう。でもやっぱモヤモヤすんだよな。天音がどうしたいかまだ聞いてない。知ってほしいだけじゃ分かんないし、どういうつもりで好きって言ったのかちゃんと教えて。全部聞いて知ってからどう向き合うか決めたい。俺は龍二くんのことエロい目で見てるよ。ぶっちゃけ最初はワンチャンいけたらなとか思ってた。え？でも知れば知るほど好きになっちゃって、どんどん気持ちが大きくなって隠しきれなくなって、それで昨日告白したんだ。でもこれまで通り友達のままでいられるならなかったことに。いや違う。リュウジ君と付き合いたいって思ってる。友達のままでいられなくてごめん。話してくれてありがとな。俺の中の曖昧な感情を今伝えるのは間違いかもしれないけど、付き合うって考えたことなかったから、天音とそういう恋人の関係っていうのは正直今は想像つかない。けど俺も天音のこと好きになっていけたらいいって思ってるよ。なかったことにはしないし、今まで通りにもしない。ちゃんと好きだってこと知っておくから。だから
しばらくは俺に片思いしといて。許されない思いなんだって、諦め続けてきたのに。君に恋をしてよかった。夏休み中一回も会えてない。連絡だって。スイカ食べるかい？え？おいしそう。うん、はい、ありがとう、うん、はい、どうぞ。会いたいな。で、会いに来てしまう俺。あっつ。そりゃあ、こんな前髪してたら暑いでしょ。ごちそうさま。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございました。またお待ちしてます。注文お願いします。はい、どうしよう。カルピス味って結構珍しいですよ。そうなんです、今年から始めたんですよ。へえ、おすすめです。どうしよう、じゃあカルピスで。カルピスで。私もカルピス味しようかな。忙しそう。帰ろ。俺も宿題頑張ろう。いつもありがとうございます。あ、リュウジ君。夏休みは毎年大変だね。そうっすね。22日16時半に入り口で。送っちゃった。どうしよう。これでもない。あ、かわいいけど、なんかもっといいの。あ、
ズボンはもうちょい明るめの方がいいか。あ、このシャツもいいじゃん。今日は随分気にするね。そう、うん、お茶は？うん、ありがとう。はい、どうぞ。ダメだ、そわそわしすぎて。ついに。ついに。緊張してきた。終業式から会ってないもんな。まだガラス越しの君の顔が誰かに似た。ちゃんと好きだってこと知っておくから。だからしばらくは俺に片思いしといて。しばらくっていつまでなんだろう。天音、見つけた。